こんにちは。本日もフィットちゃんランドセル TV をご視聴いただきありがとうございます。本日はランドセルをご検討されているお客様からよくいただくご質問の6年間保証の内容と修理の流れについてご紹介したいと思います。はい、フィットちゃんランドセルを公式サイト、ショールーム、出張展示会でご購入された場合は安心の6年間保証がついております。ランドセルの中にこのような6年間の保証書が入っておりまして、具体的な保証期間がこちらの保証書に記載されておりまして、ランドセルがお手元に届いてから小学校を卒業される6年生の3月末までが保証期間の対象になります。よくご質問いただく有償修理、無償修理の具体的な事例についてこれからご説明していきます。まずは無償修理の対象ですが、無償修理は通常のご使用方法で生じる可能性のある不具合が無償修理の対象となります。具体的には肩ベルトと本体をつないでいるこちらのフィットちゃんセカンですとか、こちらの鋲ですね、それから肩ベルトのバックル部分、それから両サイドについている給食袋などをかけるナスカンと呼ばれる部分ですね、それからランドセルを開け閉めするこちらの錠前、それからこちらの鋲などに不具合が起こった場合は無料で修理をさせていただきます。それからこちらの前ポケットのファスナーの引き手についても万が一外れてしまった場合は無料で修理させていただいております。それからですね、このようにラインストーンがついているランドセルについては万が一ラインストーンが外れてしまった場合も無料で修理させていただいております。はい、それでは次に有償修理についてですが、フィットちゃんランドセルは製造時に生地の製造時期の管理をしておりますので、6年間ご使用いただく中で通常のご使用方法でご使用いただく場合は生地が剥がれてくるなどの可能性は想定しておりません。ですので生地の交換の場合というのは、例えばカッターで切ってしまったですとか油性マジックで落書きをしてしまったなどの場合が想定されますが、そのような場合は通常の使用方法外となりますので有償の修理とさせていただいております。ランドセルをお使いいただく中で使い方によってはやはり細かい傷や汚れなどは出てきてしまいますので、そういった理由で生地の交換をされる場合もそちらは無料修理の対象外となってしまいますのでご了承ください。なるべくランドセルをきれいに保つ方法として過去にお手入れ方法の動画をアップしておりますので、ぜひそちらを参考になさってください。フィットちゃんランドセルを公式サイト、ショールーム、出張展示会でご購入されたお客様は修理をご希望の場合はフィットちゃんランドセルのお客様窓口の方にまずはご連絡をお願いいたします。メールもしくはお電話で受付をしております。お電話番号につきましてはこちらの保証書にも記載がございますので、そちらもぜひご覧ください。お客様窓口の方にご連絡をいただきまして無償修理の修理と判断させていただいた場合は修理期間中のレンタルのランドセルをお客様のご自宅にお届けします。その際にレンタルのランドセルが入っていた箱に修理をするランドセルを詰め替えていただきまして、中に入っている着払い伝票を箱に貼っていただき配送員にお渡しください。有償修理の可能性がある場合はランドセルをお預かりした後にお見積もりをさせていただいてご承諾いただければ修理という流れになりますので、先ほどの無料修理と同様に見積もりをする間のレンタルのランドセルをこちらからお送りします。同様の手順でランドセルをお送りした箱に入れていただきまして配送員にお渡しいただきます。当社の方につきましたらお見積もりをさせていただきますので修理代金の価格をご案内させていただきますので、それでご承諾いただけましたら実際の修理に取り掛かります。はい、続いては修理に関するよくあるご質問にお答えしていきます。
修理にかかる期間についてですが、フィットちゃんランドセルはこちらのショールームが併設されている富山県の工場の方で製造しておりますので、迅速に対応させていただいております。通常の金具関係の修理の場合は1週間程度で修理させていただいております。ですが、小学校が長期休みの場合は混雑する場合がございますので、そのような場合はもう少しお時間がかかる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。はい、送料につきましては、フィットちゃんランドセルを公式サイトショールーム出張展示会でご購入していただいたお客様は、往復の送料は無料になっております。他の小売店様でご購入されたお客様は、まずは小売店の方にお問い合わせください。保証書をなくされた場合でも、フィットちゃんランドセルを公式サイトショールーム出張展示会でご購入されたお客様は、購入履歴の方が残っておりますので、履歴を確認させていただけましたら、6年間保証の対象となります。フィットちゃんランドセルを公式サイトショールーム出張展示会以外でご購入されたお客様につきましては、6年間の修理はもちろん対応させていただいておりますが、有償無償の範囲が異なる場合がございますので、まずはご購入された小売店様にご確認をお願いいたします。はい、フィットちゃんランドセルは耐久性に優れたランドセルですので、基本的に修理の件数は少ないのですが、種類として多いのはこちらのナスカンと呼ばれる部品ですね。こちらランドセルに体操服などをかけていただくための部品なんですけれども、こちらが安全対策のために25キロの負荷がかかると外れる仕組みになっております。ランドセルをですね、教室のロッカーなどにしまわれる際に、何かが引っかかったまま無理やり押し込まれたりすると、その拍子に外れてしまう場合がございまして、一度外れてしまうと、お客様の方ではなかなかつけづらいので、こちらを修理として出していただくケースが、修理の種類としては比較的多いです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。もしランドセルに不具合を感じた際は、お気軽にお客様窓口の方にお問い合わせをいただければと思います。はい、他にもこちらのフィットちゃんランドセルチャンネルでは、いろいろな便利な情報を発信しておりますので、ぜひツイッターとインスタグラムはフォロー、 YouTube の方はチャンネル登録をお願いいたします。